今週は上半身のストレッチを行います。それでは一緒に動いていきましょう。今回はタオルを使います。手足が周りに当たらない広い場所で行いましょう。足を肩幅より少し広めに開き、タオルの端を握り、常にピンと張った状態で行います。腕を大きく回しましょう。肘をしっかり伸ばし、タオルは体からなるべく遠くを通るように意識しながら行います。上半身のストレッチを行うことで緊張した筋肉をほぐすことができ、肩こりや腰痛などの痛みを和らげる効果が期待できます。では繰り返し行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、息を吸いながら腕を上げ、吐きながら下ろします。今通っているタオルの軌道が大きくなるように意識して行いましょう。脇腹やお腹が伸びているのを感じながら動かします。目線はタオルを追いかけるように一緒に回していきましょう。動きに慣れてきたら進行方向の手でタオルを引っ張りながら行ってみましょう。より気持ちよく脇腹を伸ばせるようになりますよ。伸びている場所を意識することでよりストレッチの効果を上げることができます。毎日少しずつ体を動かしてリフレッシュしましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。